今日は11月8日です。先月の、8日に、10月の8日に、ちょっと娘のところに行きました。出かけておりました。はい。そして何時だっけな、26日に戻ってきたのかな、7日に戻ってきたのかな、しました。その間、主人がお掃除をしていてくれたんですけれども、こんな感じです。ここだけ置いとるわ。ここに置いてますね。逆に引いてないから。ですけど、流しがピカピカなんですよ。普通ここカビて汚くて、ゲロゲロもんなんですよ、ここが。それが、カビが一切出ませんでした。驚きです。本当に。これ、何してたかって、タオル。普通に、ここでかけて使ってた手拭きタオルを、夜寝る前に、こうやって拭くんですね。夜寝る前に、もう私、歯も磨きましたし、もう寝ますよ。ちょっとこれ拭きます。横着、奥の方ちょっと拭いてない。やばいね。こうやって。でも汚れませんよ。汚ねえ、流しの中みたいなことない。こうやって。こうやって、こうやって。ああ、やろう。我が家は自動水洗なんです。タッチレス水洗になっているので、拭いた瞬間出てしまいました。でも大丈夫です。また拭きます。こうやって拭きます。そんなに神経質にならなくていいんですよ。水滴がびちゃびちゃでなければいいんですよね。乾いてしまいますから。こうやって拭きます。こうやって拭き上げておくだけで、あ、隅ちょっとサボってたから汚いな。まあこんな感じですね。拭くだけキッチンお掃除いらず。これ、前やりました。一週間ぐらい経ってピカピカですってやってたんですけど、なんやかんやでも、一月経ったよ。全然、洗剤ね。ちょっとこうやって、洗うことありますよ。うん。洗剤で一緒に、スポンジでさーなんて洗ったりして。でも夜寝る前に、こうやって拭くだけです。拭いておくだけです。これだけで、全然雑菌が、繁殖しなくなるっていうのかな。カビが生えん。嘘ですみたいな感じに綺麗です。あ、これちょっと汚いね。カメラっていいですね。すごいよく映りますよ。やばいですね。でも本当、嘘みたいに綺麗です。どうしたんでしょうかっていうぐらい綺麗です。騙されたと思ってやってみませんか。ちょっとだけカビが出てる。あ、わずかにカビが出た。やっぱ一月で。でもこんなですよ。こんなに簡単なお掃除方法って、まあ他にはないと思います。ぜひぜひおすすめです。やってみませんか？これ1ヶ月、拭くだけ掃除のシンクでした。ピッカピカやん。いけるよ、これ。ピッカピカやん。やってみませんか？